マイクじゃあ外してみます。多分ねマイク外すと音量がぐっと低くなるような気がしますが、ちょっとじゃあマイクを外してみます。マイクを外しました。でどういうマイクを使ってるか、これ見えるな多分。あ、聞こえますか。こういうマイクですね。ちょっと車が、こういうマイクを使ってます。で、多分ちょっと音小さくなってると思いますよ。これです。で、これをもう一回じゃあつけます。あ、そっか。じゃあマイクつけない方がいいのかな。音量はどうですかね。音量はこれでも聞こえてれば、むしろマイクをつけない方がいいのかもしれません。じゃあもう一回これをつけてみましょう。はい、マイクをつけました。もう一回マイクをつけました。あ、さすがにこの辺来るとちょっと電波が切れそうな気がするな。マイクを取り付けて、あ、暗いな。あ、そうですか。だから意外ともうこう離した方がいいのかな。今相当iPhone を離して喋ってます。電波がちょっと厳しい状況ですね今ね。ちょっと今戻ります。そうするとある程度大きい声で喋っていれば外部マイクを使わなくてもいいのかな。あ、マイクなしの場合は50ぐらい。実はこの外部マイクにさらにマイクを取り付けられるんですね。 LINE で LINE 入力とマイク入力があるので、ちゃんとしたマイクをさらにこの外部マイクに取り付けるということもできます。多分そうするともっといいのかな。ああ、なるほどね。多分広い会場、そうね、お店とか会場で設置して撮るときにこういうマイク、外部マイクを作るといいんでしょうね。一人で喋るときはマイクはあんまいらないのかもしれないですね。なるほど。そっか、音が割れちゃうっていうことは分かりましたね。さあ、駅の方にちょっと向かわなければ。やっぱこう商店街はいいですね。あ、そうね、周囲の音が入ると、まあ、臨場感出したいときはこう周りの音も結構いいマイクですよね。これ外部マイクですもんね。で、あまり iPhone を近づけて大きい声で喋ると音が割れてしまうので、今もう随分 iPhone をもうずっと手前にしてますけどね。あ、声が入ってますね。ちゃんと周りの人の声がね。もう商店街ですからここね。さあ、ちょっとこのまま駅